こんにちは、相馬龍です。今週も始まりました。元気でいきましょう。夏がね、まだ勝手に居座ってるんだよね。入道雲もさ、まだまだ大森の空を陣取ってさ、俺をせせら笑ってるよ。まったくね。そんな水曜日にいよいよ暦は9月です。秋にはですね、カメラを沿ってあっちゃらこっちゃら撮りまくろうなんて思ってるんですけども、暑いとね、頭の中パニックになってね、アングルがいいの浮かばないんだよね。だから早くちょうどいい暑さにしてもらいたいなと、そまりは願っております。皆さんまだまだあれですよ、気をつけてくださいよ。油断大敵ですよ。日はぼうぼうですよ。そんな感じでまだまだ暑いです。舐めたらあかんよ。さあ皆さん、9月には何を企画してるんですか？恋でもするんですか？恋だってさ、ほらほらほら、皆さん恋をしましょうよ。歌は矢沢流でした。続いてスイートメモリー、これは松田流が歌ってます。ふう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 、Don't kiss me baby When a babyオーライずっと前に。そんな感じでご機嫌です。昨日は、私は仲間のピピンさんの所属するしおり箱というグループの展示会に行ってまいりました。片道100キロ東松山の月の輪というところに展示してました。綺麗な素敵なカフェで、そこが展示場でした。じっくり、展示された作品を見たんですけども、ピピンさんはですね、素晴らしい詩を書くんですね。舞という字を存分に拝見させていただきました。素晴らしいですよ。一瞬男性的だなって、そんな風に思いました。男の人なのかななんて思っちゃったりもしましたね。それだけ素晴らしい男性的な字を昨日は埼玉の月の輪で見てまいりました。これから芸術の秋、読書の秋、それから味覚の秋、どの秋を皆さんは満喫するのでしょうか。朝です。舌が回りません。私は写真を撮りまくりたいと思います。あなたのハートもついでに、なんちゃってね。じゃあ今週もよろしく。ヤッホー。